フロッピー T のガントチャートを、ジェネレーティブスケジューリングの方に持っていってですね、調整するという操作をやってみたいと思います。と、最初にですね、ポイントとしては、この依存関係ができているというところとですね、ここちょっと黄色に色変えてますけれども、期間がしっかりと入っているというところがですね、条件になります。で、今回は、1000個のタスクをですね、持っていきたいと思います。まだ、UI はですね、現在英語版のみということになっております。で、プロジェクト名を指定してですね、読み込むことができます。この操作だけでですね、同じガントチャートができるんですけれども、これが、同じガントチャートですね。で、リソースタブというのはですね、どのくらい人が、割り当たっているかというものをグラフで表しているんですけれども、まあ、かなりちょっと200人とかこういう、偏った割り当てがされていますので、これを、調整していきたいと思います。まずこのプロジェクトの上の階層を選んでですね、コンストレインというところから、少し、期間をですね、ずらしてみたいと思います。2025年の8月末までと。というところで、今、編集が加わりましたので、エディットというマークつきましたけれども、これで、ジェネレートボタンを押します。で、これで、今、ガントチャートは引き直しがされたというところでして、リソースのタブでちょっともう一度確認すると、まあ、さっきと形が変わってですね、これは平準化という言ってるんですけれども、なるべくこの、長方形の枠に収まるような形で平準化されていると。で、このグラフなんですけれども、最初の工程、次の工程といった形で上にどんどん、重なっているものになっています。で、表示方法は一応こういったものですとか、切り替えることができるようになっています。で、この、リソースタブなんですけれども、いろいろ他にも調整することができるようになってまして、例えば、ここがですね、プランが、重要名で、理想はまあ12.7ってなってるんですけども、まあ、そういうふうに出てくるんですが、必ずしもですね、ここからぴったりと、そのニーズを集めることが難しいということも多々あると思いますね。そういったときはですね、ピークを調整するということができるようになっています。あと、下の方にですね、キャパシティとかも入れることができるようになっています。これで、一度、ジェネレートボタンを押してみます。そうしますと、今のこの調整に合わせてですね、他のところも、少し形が変わってきたというものになります。はい。で、再度スケジュールの方に戻りまして、こちらでもですね、追加で、修正というか、制約をつけることができます。で、ここのアドコンストレインというところからですね、なるべく早めにというような条件を入れたりですとか、あとは、期限ですね。この日より前に終わらせたいと。年末までにというような設定をしましたという感じです。今ここにコンストレインというマークが入りました。で、あとはですね、優先度も設定することができますので、優先度の幅はですね、1000から、まず1000入れますね。1000入れると、このグループが今1000が入りました。で、マイナス1000まで。これは優先度低いものがマイナス1000ということになりますので、その幅で、優先度をつけていただくことができるようになっています。はい。で、今、コンストレイントですね、優先度をつけましたので、エディットとなりましたので、もう一度、ジェネレートボタンを押します。い。これで、変更ができましたと。というところですね。で、これから、このままですね、プロピティ持っていくことができるんですけれども、ここでですね、今あるものを複製することができます。ちょっとバージョン2として、保存します。で、これは今全く、同じものがですね、できてますので、これでまた、少し調整をかけていただいてですね、バリエーションの違うものをですね、作っていただくということができない。1ヶ月伸ばした形で、ジェネレートという感じですね。
まあ、形も当然変わってくるんですけれども、まあ、こういうふうに、キープしながらですね、どんどん、パターンを作っていくことができます。これもシナリオと言ってるんですけれども、こういった機能もあるという感じですね。で、このまま、まあ、選んでですね、フロッピー機能に移すんですけれども、ちょっとその前に、ここに、フィルターとかもありますので、例えば、コンストレインがかかっているものだけをフィルターしたりです。まあ、他の、工程のものでフィルターしたりといったことができるようになっています。では、どちらか選んでですね、じゃあ今回はこの、こっちのものを選んだ状態でフロー PT に流し込みを行いたいと思います。はい。で、これで今、送りましたという感じですね。はい。これで、完了しましたので、フロー PT の方、最初の画面に戻ると、このですね、プロポーズドスタートデートというところに日付が入ります。で、この時点ではですね、まだ右の方のガントチャートは最初のままになってますので、これを本当に、適用して良い場合はですね、選択して右クリックメニューからですね、提案された開始日を適用というものを押していただきます。はい、そうすると、この、プロポーズドスタートデートがですね、こっちに移って、新しいガントチャートが引かれましたといったところことになります。はい。これが、まあ、一連の、操作になりますので、ぜひ、試していただければと思います。